あの大阪大学の、えー、妻木と申します、あの本日はたくさんの方に、えー、と私たちの研究を聞いていただき、どうもありがとうございます。あの私はあの山中先生が紹介されましたあの研究ネットワークの中であのクレストというあの制度で、まあ、あの研究費をいただいて、えー、この皮膚細胞から、まあ、軟骨を直接作るという研究を行っています、iPS 細胞を改札に直接作ると思います。で、あのー ですね、こういうふうに、まあ、あ激しいこうスポーツをしますとあの、まあ、怪我をして、まあ、関節を痛めますであるいはあのそういう怪我をしなくても長年足腰を使ってると、まあ、関節が痛んできますでまあ椅子から立ち上がるとき痛いとか歩き出すときに痛いとかという症状が、まあ、最初に現れてきますで、まあ、このようなあの関節があの痛くなる原因の、まあ、多くはあの軟骨という組織が痛むことに、まあ、その原因が いますあのこれ、まあ、ちょっと下手くそな絵なんですがあの、まあ、足の骨と考えていただいて、まあ、上があの太ももの骨で下がすねの骨としますと、まあ、ここにあの膝の関節があると。で軟骨というのはあの骨の端にこう存在しまして、えーまあ、2つの骨がこの接する面で、えー、こうクッションのような役割を果たしています。 でまあ、このような、えー、関節にある軟骨のことを、まあ、関節軟骨と呼びますであのこの部分を拡大しました図がこちらなんですが、まあ、軟骨の表面というのは非常に滑らかで、えー、このスムーズな関節の運動ができるような構造になっていますでまたなおかつこう体重人の場合でしたらもう数十キロという体重がかかりますしジャンプしたりすると100キロを超える力がかかりますから、まあ、そのような力にも耐えるような構造をしています でまあ、こう表面が滑らかなのでこういうふうなスムーズな関節運動ができてまあ痛くないということですえところがまあ怪我をしたりまあ長年足腰を使っているとこの軟骨の表面がだんだんえこう傷んで削れてきましてこのようにガタガタになってきますで、まあ、このようなところでこう曲げ伸ばしをするとまあ引っかかって痛いといったことになりますでなおかつこういういのをずっとと続けてると だだんだん軟骨がすり減ってなくなっていくと、まあ、関節がますます痛くなるということになりますあのこ,のあのこちらはあの正常な方の膝のレントゲンあの正面から見たものですけども、えーまあ、こ,のこれが太ももの骨でこちらがすねの骨になりますで骨の端には軟骨がありまして、まあ、軟骨というのはレントゲンに移りませんからこの骨と骨の隙間としてあの、まあ、軟骨というのが 認識できますでこれがあの、まあ、先ほどの怪我とかあるいは長年使い続けることによって、えー、だんだんすり減って、えー、隙間が狭くなってくるで骨と骨がだんだんこう接触してきて、あのー、動かすと痛いといったことになりますでこの下はその軟骨を、あのー、取ってきて、えーまあ、切片を作って顕微鏡で見たものですでこの左の方の、えー、軟骨ですね はあのこれサフラニン王という染色で染めてるんですがあの正常の軟骨はこのようにあの非常に赤くきれいに染まりますで一見したところこうガラスのように見えるのでえガラス軟骨というふうに呼ばれていますでこの軟骨が、まあ、傷んでえこう何んですかね傷むとこの治るんですけどもあの元の正常な組織軟骨では治らずに瘢、まあ、根組織と呼ばれる あのいわゆるる繊維がが細胞が作る組織で治ります、まあ、でそのような,あのなん治った組織というのは、えーまあ、このようにこの表面がガタガタですしこのひび割れてましてであのサフランニオでもきれいに染まらないとあので機能的にも体重を受ける力というのがあまりないですしであのこのように、まあ、動かすというあの性能に、まあ、正常の軟骨に比べると劣ります。 ですから、まあ、痛いといとうことでありますで。こういったあの質の悪い軟骨を無理に使って動かしているとどんどんすり減ってなくなっていって最終的に軟骨というのがなくなってしまうとで、あのまあ、変形性関節症とかいった状態になってしまいますであのこれに対する治療方法なんですがあのこのようないわゆるこのようにちょっとこれ繊維のように見えるので繊維軟骨という名前がついていますがこの繊維軟骨の状態あるいはなくなった状態からこの もう一回戻,に戻すことができればいいんですけども、薬とかがあって、戻せればいいんですけども、そのような薬というのは、まだあの存在が見つかっていません。そこで、いわゆる再生医療で、失われた軟骨をまあこのようにもう一回作ることが非常に期待されているわけです。まあ、それで、現状はどういう治療をこれに対して行っているかといいますと、 軟骨が痛んでいくんですか痛くなるんですがこの痛い間をあのいわゆる消炎鎮痛剤とか痛み止めでとから安静ですねで痛みの方をコントロールしてであの、まあ、軟骨がなくなるまで待ちましてでその後あの人工関節痴漢術というのを行いますあのこの手術は非常にい,い手術で痛みが取れて広く行われてて非常に成績のいい手術ですであのこれは手術の時の写真なんですがこれはあの太ももの 足骨をこう下からこう見てるところです。見てるところです。そうすると、あの骨、ね、軟骨が残っているところと、もう軟骨がなくなって、下の骨が。もうむき出しになっているところがあります。で、こちらがすねの骨の関節面で、こちらも骨がむき出しになって、まあ、この部分が成熟すると骨がダイレクトに直接接するような状態です。で、こういうものに対して。まあ、悪いところもいいところも、こう削って、穴を開けて。こう,いう金属のかぶせをすると、間にポリエチレンを入れると。 こういう,うな手術が、まあ、日本では年に3万件ほど行われています。で、あのまあ、整形外科医はこういうのを見たやっぱりあのこう入れるんじゃなくて、やっぱり軟骨をこう治したいと、えー、考えます。で、まあ、先ほどあの話ありましたように、皮膚とかは比較的採取しやすいので、まあ、この患者さんの皮膚の細胞を取ってきて、なんとか軟骨に変えて、ここに入れれないかというふうなことが、やはり研究の動機になってきます。 こういうい患者さんの皮膚の細胞をこうう軟骨細胞に変える方法としてはあの2つのアプローチが考えられます。1つは iPS 細胞というのが作られてあの可能になった方法ですがこのように皮膚の細胞を一旦 iPS 細胞にしてあと軟骨に限らずいろんな疾患臓器の細胞に変えるという方法です。こういうことが可能になりつつあります。であのこのの時にちょっと注意しないといけないいいとけは まあ、iPS 細胞からこの目的の細胞にこう分化させる必要があるんですけども、その時にすべ、えー、ての細胞が分化できなくて、ちょっとでもこの未分化の細胞が残ってると、まあ、その細胞を移植した時にあに、先ほど山崎さんお話しありました、奇形種というのがあのできてしまうという危険性があります。だからら、まあ、これを作らななないいいいように、えー、注意しないといけない それに対してもう一つのアプローチとして皮膚細胞から軟骨細胞を直接作るというアプローチこれでしたら既形種の危険性というのは減らすことができますそこで皮膚の線維細胞を軟骨細胞に変えるという方法なんですがどうしたらいいかということです これはあの人、えーまあ、発生の過程を変えて一番最初受精卵という一つの細胞がどんどん,どん,どんこう分裂して最終的に人は60兆個の細胞と言われてますけども60兆個ぐらいになると言われていますその間まあどんどんあの種類が分かれていって外肺葉、中肺葉、内肺葉分かれていくわけですが軟骨細胞と皮膚の繊維が細胞というのは共にあの中肺葉の,の中でも肝葉系細胞というものから由来しています。で 肝陽系細胞がこの軟骨細胞になるときにこの軟骨因子というものが働くということがすでに分かっています。肝、え、陽、ー、系細胞に軟骨因子が働くと軟骨細胞になると。でそうしましたらあの皮膚の繊維が細胞にこの軟骨因子を働かせたら軟骨細胞になるのでしょうかこです。これをあの考えるときにちょっとあの職業を変えるにはどうしたらいいかということを考えてみたいと思います。 えっとあのまあ、人、赤ちゃん生まれて、生まれた時にはもう無限の、えー、可能性があると、何でもなれるということですが、まあ、中学生になってで、まあ、スポーツの得意な子と、あるいは本読むのが好きな子に、えーまあ、タイプとしてやっぱり好みで分かれるとで、スポーツの好きな人は、中にはプロ野球選手になったり、プロゴルファーになったりするであの、本読むのが好きな子はあの銀行員になったり、医者になったりすると。 あるいはこう伝統芸能にあの携わる方というのはまあやはり学校行く前からまあそういう訓練を受けられるとであのでプロ野球の選手があのゴルファーになろうとしてゴルフの練習をして、まあ、ゴルフ上まくなってゴルファーになれるかというと、まあ、現実的にはなかなかなられる方もいますけども、まあ、少ない難しいやはり、えー、ゴルファーになるにはあの中学生ぐらいに戻ってゴルフの練習をしないといけないということですだから、まあ、ある程度この 返って昔に戻ってやり直さないとあのいけないということがあるのかなと、えー、考えられます。で、まあ、細胞についても、まあ、同じようなことが当てはまりまして、まあ、この皮膚の繊維が細胞にこの軟骨印象を入れますとあ,の、まあ、ある程度この何ですか、ね、軟骨の性質を持った繊維が細胞というのは作れるんですけども、まあ、いわゆるガラス軟骨のような軟骨細胞は作ること,作ることができません。 まあ皮膚と軟骨というのは、まあ、あの性質としてこのコラーゲンの型が違います。コラーゲンってよく皮膚とかであの化粧品とかでえあると思うんですけども皮膚というのは1型コラーゲンでできています。それに対して軟骨というのは2型コラーゲンです。まあ、2つ全然違うコラーゲンです。ですからあの、まあ、皮膚の細胞に軟骨因子を入れると、まあ、2型コラーゲン多少出すんですけども1型コラーゲンがまあ強く残ってると。だから まあ、さっきの繊維軟骨みたいな状況になって。えー、ちゃんとした機能は、軟骨の機能は、果たせないという状況です。まあ、あの、軟骨に入れても、途中で、止まってしまうということです。で、そしたら、あの、これを、まあ、こういうふうに。若返らせたら、あの、こっちへ行くんじゃないかと、あの。 考えるんですけども、長、まあ、らく細胞を若返らせるというのは、えー、なかなか不可能なというか、かなり難しいことだというふうに考えられていました。まあ、ところが2006年に iPS 細胞というのが開発されて、えー、この皮膚の線が細胞にこの4つの因子ですね、リプログラミング因子を入れると、まあ、本当にあのかなり受精卵に最初の細胞に近いところまで戻されてしまうと、まあ、入れるだけで、まあ、かなりもうどこの研究室でもこの因子を入れたらできるという。 画期的なあのことで、えー、若返るのが可能になりましたそこで、えー、と私たち考えたのは、まあ、軟骨因子だけ入れてもダメですけどもちょっと若返らせるという意味でこの因子の一部とあの軟骨因子を混ぜて、えー、入れたら、まあ、適当にこう,あのう,まい道うまいこと道を通った細胞が出てきてそういった細胞は軟骨細胞,、えー、軟骨細胞になるんじゃないかと、えー、考えましたであのこの まあ、軟骨因子とリプログラミング因子をいろいろ組み合わせて、えー、この皮膚の線癌細胞に入れまして、えー、で,で,できてきた細胞を、まあ、見ていきますと結局、まあ、4つのうちあの2つですねあの2つのリプログラミング因子と1つの軟骨因子を入れると、まあ、この左の皮膚の線癌細,細胞細長いですがそういったものがあの多角形の軟骨細胞のようなのような 細胞にな変わりましたであのこれが実際体の中で軟骨を作れるのかどうかを見るために、まあ、今度まだマウスの、えー、皮下です、ね、に注射しています、えーと。マウスの細胞を使って、えーつくえー、このような細胞ができたということです。でそうしますとあのこれがそのマウスの皮下に、えー、できた組織なんですけども、まあ、このように先ほどのサフラニン汚染色でこの赤く染まる組織ができまして まあ、拡大しますとこのようにあの、まあ、軟骨用のマトリックスの中に細胞がこの存在していると。でこちらがひ、えー、膝の関節軟骨、マウスのです、えー、関節軟骨の組織の写真で、まあ、見た感じがまあ似ているということです。であのこのように2型コラーゲン、軟骨のコラーゲンが存在して、えー、1型コラーゲン皮膚の、皮膚によくあるコラーゲンというのはなくなっているということで、まあ、そういうガラス軟骨のようなものがあのできた。 というこの細胞には作れる能力があるということです。でまあ、ところがあの、まあ、そしたらいいことばっかりかというと、そんなことはありませんでして、えー、この皮膚の専用細胞にこの3つの因子入れましたら、まあ、確かにあのこのきれいな軟骨を作る細胞はできるんですけども、それと同時に、こういうふうにあの腫瘍を作ってしまう細胞もあの同時にできてしまいます。でこの腫瘍 を作ってしまう細胞を調べましたら、まあ、この細胞はあの皮膚の特徴である1型コラーゲンをたくさん作っていましたということはあの要するにちゃんと軟骨にならずに皮膚の性質を残してしまうようなことになってしまったらそういう細胞を移植したら腫瘍ができてしまうということです皮膚の性質が残るというのはあの、まあ、いわゆる不十分な誘導とか言いましたが、まあ、十分に誘導できていないと誘導が失敗した というふうふなものですで、まあ、こういう2種類の細胞ができますので、えー、やはりちゃんと、えー、こうリ,リプログラミングできたといいますか軟骨のことになった細胞を選び出すということが必要になります。であのーまあ、今後の課題としましては一、えーまあ、つはのより高い軟骨の質を持った誘導細胞を作るということです。まあ、軟骨とというからにはあのちゃんとこう 何十キロという体重に耐えて、えー、表面がスムーズであの滑らかな関節運動をできないといけませんから、まあ、そういった性能もを持つ細胞を作ると、まあ、現状ではただマウスの細胞で、えー、ああいう軟骨の塊を作れただけですからあの、まあ、最終的なゴールとしてはここまでいかないとだめですそれからあの現在マウスでできているだけですので、えー、人の、えー、細胞でも同様に作れるかどうかということがあのこれから 必要ですそれからあの細胞ですけれども、まあ、安全な誘導軟骨細胞用細胞を作ると、まあ、安全なというのはあの腫瘍を作らない、えー、ということです、まあ、でそういったことがあのクリアできて人でもできて安全なことになりますと、えーまあ、どんなふうな治療が考えられるかといいますとあの、まあえー、こういうのは膝の痛い、まあ、関節の悪い患者さんからあの皮膚をいただいてでその皮膚から皮膚の細胞を培養すると。 でこの、えー、培養する細胞に、えー、軟骨を誘導する先ほどのサイン子、もしあの安全なものを作れたときにはあの、もっと違う方法になってるかもしれないですが、こういう軟骨細胞を誘導して、えー、この膝のこの軟骨のこうかけた悪いところに、この細胞を移植して治すというようなあのことが方法として、将来的に、えーえー、考えられると思います。 それであのこの細胞の,あの使い道ですけども、先ほど山中先生、講演されたように、一つはこういう再生医療なんですが、もう一つはあのこの軟骨の病気が起きる仕組みを調べるということにも使えます。ああ同じような生活をしていても、の膝が悪くなる方と悪くならない方というのがおられて、悪くなる方ってねやはり軟骨に何かしらの,あの病気が起こっているということです。そういっった患者さんからあの軟骨を作って 調べると、まあ、そうすることによってこの軟骨が起きる病気の仕組みを調べると病気は仕組みを調べると,とですそれとまた同時に、まあ、仕組みが分かれば、まあ、その仕組みに対して治すような治療薬をあの開発していくということに使いますで、まあ、あのこの細胞を誘導する方法として今私があのお話ししたあの皮膚細胞から直接作る方法それがもう一つはあの iPS 細胞を介して作る2つの方法がありますで、まあ、どちらの細胞もこの病気の仕組みとか、あるいは治療薬を探すことにまあ使えるわけですけども、まあ、それぞれの,あの特徴を生かして、やはり両方使っていくことが必要と思います。まあ、iPS 細胞には何より安定して、安定してまして非常に増やせるという特徴があります。それからまたあの遺伝子改変を行えるという、遺伝子、この iPS 細胞の遺伝子をこう変えることができます。まあ、研究が非常に進んでいます。まあ、ですから こういった仕組みが分かれば、まあ、こういったことを、えー、その仕組みを担っている分子をこう変えてでここから変えたものから軟骨細胞を誘導したらあのその病気が治ってるかということで確認が取ることができますですから今後、えー、こういったあの誘導した軟骨細胞を使って、えー、病気が送る仕組みそれから中薬を探すことをやっていきたいと思いますであの最後に これ,あのえー、これが皮膚の繊維が細胞で、えーあの、マウスです、マウスの皮膚の繊維が細胞での写真で、右側もこれ、同じあの写真なんですけれども、こちらにサイン証を入れますと、えー、このように、まあ、ぐっとこう細胞の数が増えて、だいたい7日ぐらいしますと、こういうあの軟骨のようなの結節ができています、来てれます。 であのまあ、こういったあのできた塊を取って、えー、増やしてあの先ほどのような実験に、えー、使いましたであの、まあ、発表は以上で、えー、っとあのこの研究はあの研究室の,あの皆さんがあの、えー、っとやったことで,で特にこの、えー、平松君が大学院生だったんですけどもあの主にこの仕事をやってくれました以上ですどうもありがとうございます